千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は親知らずの抜歯後、ご飯はどのようなものを食べたらいいのかという質問にお答えいたします。ご飯ですが、麻酔さえ切れてしまえば多分痛みの出る方は痛いと思いますし、腫れの出る方は腫れると思いますので、その時に食べられるものを食べてください。何がおすすめというわけではなく、普段の生活をしてください。痛みがあってどうしても口が開かないとか噛めないという方だったら、雑炊などの柔らかい流動食みたいなものになると思いますし、全然平気な方はその日のうちにステーキを食べたという方もいらっしゃいますので、その辺はご自分で判断をして、何は食べてはいけないというものは基本的にありませんので、健康を維持するために美味しいものを食べたいものを食べてください。不安なことは何でもご相談に乗りますので、何でも聞いてください。お待ちしております。